京国高知京国高知は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての大名。丹後国宮津安祖大藩主,藩主高知流京国家の祖。大御守護の名門、京国高吉の次男として生まれる。早くから豊臣秀吉に仕え、その功により、橋場制を許された。文禄2年、岐阜、毛利秀頼の医療を任され、品の飯田城主として6万国を漁師。 14に下次中に任せられた。また、寮内に、キリスト教の布教を許可し、後に、自身も、キリシタンとなっている。文禄三年、十万国に加造される。秀吉死後は、徳川家康に接近し、慶長五年には、岐阜城攻めに参戦し、関ヶ原の戦いでは、平塚亀広ら、大谷吉継隊に対して、東道高虎と共に戦うなどの選考を挙げた。 戦後は、丹後一国十二万三千国を与えられ、国持ち大名として、京国丹後神を称した。田辺城に入城後、宮津城に拠点を移す。その後、領地は、着南、高広、三南、高山、おいで、向こ市用の高通の三人に分布し、宮津藩、田辺藩、峰山藩の三つに分割された。着流は宮津七万八千二百国の領地となったが、 三代で、海域となる。その後、着流子孫は、江戸幕府の皇家として取り立てられ、幕末まで続く。田辺藩京国家は三代で、田島国と8日へ天保となった。峰山藩京国家は幕末まで天保もなく、幾人もの若年寄りを出すなど不大格の大名として、幕政にも参画した。ありがとうございます。